にちは。よろしくお願いします。
響で出た曲なんですけど、パフという曲を英語で歌いたいと思います。次の曲なんですけど、だいぶもう3年ぐらい前からやってる曲ですね。2年間ブランドがあるんですけど。でももう最近だいぶ歌ってるから。そうですね、最近もう。
かないみたいですね。ちょっと前もってね。なんか炭酸がいいみたいなんで。いらっしゃいませ。
すぐ忘れてしまうけど。本当に困ったんですね。スープで一緒に行こう。部屋と
違うところにじゃん。結構私が歌う曲って指弾きが多いなって。そうだね、そうですね、そんな感じですね。なんか、はい、そういえば、ね、宣伝してくださいって言われたので宣伝していきますね。着物だ。そう、着物。ありがとうございます。ミカちゃん、ミカちゃんって言っちゃダメだった。また言っちゃった。食うたびに言っちゃった。ありがとうございます。今日着物の日ですか？違う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 、まだ29日でしたけどね。そう、29日着物の日っていうあの立ち石のイベントがあるみたいで、それはまた別の日ですね。21、11月21日一番直接関係ないんですけど、まあ、確かに昨日で来られたお客様にいただいたのをお礼を差し上げて、はい、差し上げます。じゃあせっかくだから皆さん1個持ってってね。早いけど。それで、そう、あと12月のね、5日日曜日かな、ですよね。なんて言うとこでしたっけ、大平さん、響きの音。あ、そうだ、響きの音、はいはい、そこで10時から14時ぐらいまで、これ料金が発生します。3000円で飲み放題、食べ放題だそうです。はい、これ僕らもお金を払って歌わせてもらうので、はい、同じ料金を払って、飲み放題、食べ放題行きます。ぜひよろしかったら遊びに来てください。あの料理とか飲み物損はさせないという感じでおっしゃって言ってましたので、あのお得ですと言ってました。お時間があるようでしたら、はい、いらっしゃってください。それで歌います。よろしくお願いします。今日はマグロ祭りなんで頑張ります。はい、マグロ祭り頑張ります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ
後の曲だね。はい、最後の曲歌いたいと思います、アメリカ映画の主題歌、ドリス・デイさんのケセラセラという曲を歌いたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。